はい、次は酵素について、ご質問いただきました。生野菜と温野菜どっちがいいのっていうお話ですね。これもいろいろ言われますね。もう本当にいろんな側面からいろんな角度で言うんだなと感心するぐらいなんですけども、生野菜の方が酵素は70度ぐらいを加熱し続けると死んでしまうから生野菜の方がいいとかですね、でも反対に生野菜を摂り続けると体を冷やしてしまうことにつながるから、だから温野菜の方がいいよとかですね、もういろんな意見があるわけなんですね。野菜一つとっても、野菜の調理方法一つにとってもいろんな意見がありますが、まあそれはそれで、いろいろ意見もあると思うので、まあ私はそこまでこだわりはしないです。生野菜で食べた方が美味しい野菜は生で食べますし、温めた方が美味しい野菜はもちろん温めて食べます。そんなレベルなんですけども、ちょっと気をつけることとしては、まあその茹でた茹で汁だったりとか、そういったものも取るようにしていければそれはそこまで問題ないかなと思ってます。ビタミンだったりっていうのは水に溶けやすかったりしますので、まあ加熱したとしても茹で汁ごと、まあスープとかにして飲んでいけばそれはそれでいいんですけども、酵素とか、まあ野菜とかのことを考えていく前にですね、ちょっと話はずれるかもしれないんですが、大事なこととして、まずはタンパク質です。野菜どうこうよりもまずタンパク質を摂るようにしてください。タンパク質が上手に摂れてない、吸収してない状態で、野菜からですねビタミンミネラルを摂ろうとしてもうまく吸収できなかったりしていきます。ちゃんとタンパク質が摂れるような体を作っておけば、まあ極端な話、生だろうと温野菜だろうと上手にビタミンミネラル酵素っていうところは補えていきますので、まずはタンパク質です。野菜の調理方法どうこうよりもまずタンパク質いっぱい摂ってみてください。それでかなり良くなっていきます。タンパク質の量としては、例えばですね、体重5、60キロぐらいだったら、1日ステーキ2枚分ぐらい必要になってくるので、結構大変なわけなんですね。タンパク質を本気で補おうと思ったら。なので、ここはプロテインとか、そういったもので補ってあげる必要がありますので、そんな感じで酵素については考えておいていただくといいかなと思いますし、これもですね、商売やっぱうまい企業って多いんだなと思うんですけども、酵素ブームなので、酵素ドリンクであったりだとか酵素サプリメントとかっていうのが結構売られたりしてるんですけども、酵素についてもう一度お話ししておくと、酵素は大体2種類、消化酵素って言われる酵素と代謝酵素って言われる酵素が体の中にあると思ってください。これ間違った。消化酵素と代謝酵素っていう酵素ですね。これをサプリメントとかで補おうとしてるんですけれども、サプリメントで補うことはできません、基本的に。なぜなら、食物酵素っていうのももちろんあるんですけども、食物酵素は、出荷することはできないんですね。大量に生産して出荷することはできません。どういうことかというと、酵素はさっきも言ったように熱が加わり続けたりしていくと、あと滅菌とかの処理をしていくと、酵素の働きって不活化していくので、これを大量生産してサプリメントであったり食品で、販売していこうっていうのは無理な話なんですね。じゃあ酵素ドリンクだったりとかサプリメントっていうものが何をしてくれてるのかっていうと、そういった酵素を摂ることによって、ドリンクとかを摂ることによって消化酵素の働きをオフにしてくれます。普段は、あなたが食べたものを消化するために消化酵素が働かなきゃいけないわけで、代謝酵素が働けないような状態になってます。消化酵素が頑張りすぎて代謝酵素が使えないような状態が普段の状態です。これを酵素ドリンクっていうもので補って、酵素ドリンクは元から分子がすごく小さいものなので消化酵素が必要なくなります。これが必要なくなっていくわけなので、代謝酵素が頑張れて、こっちが頑張れて、
代謝の働きがすごく良くなっていきますよっていうのが、この酵素のサプリメントであったりとかドリンクの仕組み、そしてファスティングの意味なわけなんですね。断食とかファスティングをしていくと、酵素ドリンクを取ることによって消化酵素っていうのを使わずに済む期間を作り、それによって反対に代謝酵素の働きを活性化させて、体の体質、肌の状態、筋肉、代謝、髪質、すべての状態をゴロゴロ変えていくのがファスティング、断食になっていきます。なのでこれを上手に行っていかなきゃいけないわけなので、食べ物を食事を、普段の食事をしながら、酵素サプリメント、これを飲んどけば健康になれるっていうのは大きな間違いです。めちゃめちゃ嘘です、あれは。もう、いろんな企業とかありますけども、あれは嘘です。サプリメント飲むだけで普段の生活をして、体が健康になるとかっていうのはありえないです。そんなのは、プラシーボ効果ですね。だから嘘です。このいう仕組みが体の中にあるので、それを活かしていくのがファスティングになりますから、酵素についてはこんな形で受け取っていただくといいんじゃないかなと思います。ちょっとお話まとめると、そもそも生野菜からのお話ちょっとずれちゃいましたので、まとめちゃうと、生野菜とか温野菜に関しては、そうですね、私の価値観で言うと、美味しい方をチョイスしてくださいっていうのが、まず一つになって、それよりも大事なのがプロテイン、プロテインとかタンパク質です。タンパク質、とにかくタンパク質を補ってあげて、酵素も十分に取り入れられるような体の状態を作り、ビタミン、ミネラルを吸収できるような体の状態を作ることがまず先決っていう話ですね。で、酵素ドリンクだったりとかサプリメントの話はこんな感じ、消化酵素を使わないようにしてあげることによって代謝を高めてあげるのがサプリメント、あとはファスティングの意味になりますので、そこを、押さえておいていただくといいかなと考えてます。ちょっとややこしい話、ごちゃごちゃになっちゃいましたけども、わかんないこととか、コメントがあればここでご質問いただければと思ってます。本日のお話は以上です。本日もご覧いただきありがとうございました。